一番引いてしまいました。トップバッター中のトップバッターということで、滑らないように頑張りたいと思います。パドレスちょっと慣れしてないチームなんで、僕たちがブレずに僕たちの良さを出せればいいんじゃないかなと。実は先シーズンも開幕チームだったので、また開幕戦を飾れるというすごい光栄なことだと思います。前回と同じような新しいエンタメというか、見ている人をまず第一に考えて作品を作れたらなとは思っているので、エンタメってやっぱ楽しいとかハッピーなもの、そういうイメージがあると思うんですけど、簡単に言ったらまあ悲しいとか怒りとかも僕にとってエンタメだと思っているので、そういう新しい一面も見せれたらなと。揉めてもいいと思うんですけど、やるときはやればいいかなって思います。みんなが目指してる方向は持ちたいっていうことはもう一緒なので、結果が出たらやっぱその分ぶつかってよかったなってその時は思うし、前のシーズンよりもすごい集中して一皮むけた感じで全員が成長したなっていうのが練習の感じにも出てるなっていうのが、こう生かすっていうのはまず一つ去年から続いてく部分ではあるんですけど、今年はさらによりもっとこう強固なつながりを見せていく。もっとバチバチにバトルする姿勢を今シーズン見せていけたらなと。開幕戦ファーストマッチの対戦、 ABEX ロイヤルブラス対ディップバトルズ、新体制になって臨みます。今シーズンも ARB カラー全開で最高のエンタメをお届けできたらなと思ってます。勝ちます、よろしくお願いします。初戦は強敵の ABEX さんということで、全力のパフォーマンスをして絶対に勝ちに行きます。最強のメンバーを準備していますので、日和らないでくださいね。バチバチに戦いましょう。よろしくお願いします。